めたちよ、私たちもいつも心配しているでしょう。前もって心配すると。バタバタ捨てて、結局、その日、その時間に完全に入ることはできません。悪魔の誘惑です。悪魔の罠です。悪魔が私たちの心の深くには、いつもと同じように嘘を置きます。嘘を語ります。神は、あなたは愛していません。神は、まあまあね、ある程度までね、神は、あなたのことを大事にする、けれども、ね、自分で、いろんなことをやらなければならない。神様はあなたのために、時間がないでしょう。戦争があり、大きな、ね、世界中大きな問題があるので、そちらに、神は力を入れるでしょう。でもあなたのためにちっぽけなことさえも心配してないでしょう。あなたのことを、ね、あんまり考えないでしょうと。ね、バカなことみたいけれども、私たちの心の深くにこの考えがもうきっとあります。もうあります。ですから私たちはいつも心の中でバタバタ。いつも自分が全てをコントロールする。いつも自分で、全てを指導しなければならない。忙しくなる。忙しい。心は忙しい。忙しい心は奴隷されている心です。マルタと同じように。マルタは聖人ですね。マルタはイエス・キリストに叱られているのは、やっぱり愛されているからです。聖人からです。つまり、性別されたものであるから。キリストのために、キリストの愛を受け入れるために、キリストの愛で満たされるために、性別されたものであったから。これは聖人の意味ですね。性別される。神のために選ばれたものであると。で、そのためこそ、キリストは彼女を叱る。愛を持って叱る。マルタ、マルタ。あなたはいろんなことのために心配しているが、一つのことしか大切ではないんです。マリアのと同じように。マリアはマルタのために予言です。マリアの態度はマルタの態度にならなければならない。だからマルタにとっては信仰の歩みが必要でした。だからこそ聖人となった。少しずつ少しずつ自分に閉じ込められている状態からキリストの前に心を開くという状態までの道を歩みました。マルタはそこまで歩みました。イエス・キリストの言葉のおかげで、マルタは改心しました。マルタはキリストのものとなった。マルタは本当にキリストをもてなした。マルタはイエス・キリストを自分の家にもてなした時には、自分に閉じ込められていた。自分の考えに奴隷されていた。大切なのはキリストのではなく、自分が大切。これはちょっときついですけれども、お母さんたち、お父さんたち、神父たち、友達のためとかの言葉です。私たちが相手を受け入れようとした時には、相手に対して心を開こうとした時には、本当に相手をそのまま受け入れるだろうか。本当に相手は私に何か与えようとするということを考えますか。その確信がありますか。奥さんは主人に、与えるものがありますか？主人を通してキリストご自身が最も大切、あるいは唯一な大切ことを与えることはできますか？そうでないと相手を受けられない兄弟たちよ。いくら相手のために犠牲を払っていても、いくらお母さんたちが自分の子供たちのために努力していても、子供たちに自分が何か与えようとすると。自分が子供に与える。自分が自分の考え、自分の、価値観とかなど、与えるだろう。これは本当のもてなしではない。これは深いことです。夫婦のその関係の中では、マルタの言葉が非常に大切です。そして兄弟同士の関係のためにも、とても大事な言葉です。信仰まで私たちが行かなければならない。マルタの信仰まで歩まなければならない。つまり、キリストは何でもできる。キリストが私に全てを与えることができます。でもキリストはどういうふうに私に、その強さ、その言葉、その愛、その力を示し与えるのだろうか。兄弟を通して、うるさい主人を通して、うるさい奥さんを通して、私たちにキリストが自分を与える。もちろん、筆跡の中には、そして復旧されている言葉、
ですから、主人、奥さん、兄弟などを通してキリストが私に良いものを与えるということを分かって認めるまでには、教会の中でマルタの姉妹であるマリアの態度を学ばなければならない。教会の中で御言葉をちゃんと聞く。弟子としてイエスキリストの足元に座って聞く。自分の心の忙しさを捨てること。自分のことを忘れること。あるいは自分のことをキリストに任せること。でないと相手を裁く。マルタと同じように。そしてキリストを裁く。マルタはマリアを裁いた時にはキリストを裁いた。ほら、何も言わないんですか？彼女を叱らないんですか？私が一人で全てやらなきゃと。これは私たちの家族の中では何度も繰り返されることでしょう。キリストがそれを分かった。すでに分かった。だから、マルタをじっと見ながら、マルタ、その心に語り、マルタ、マルタ、ストップ落ち着いて、さあ、私のとこに来て、私をもたなした時には、あなたを満たす方をもたなしたよ。わからないのか？まだ分かってないのか？サマリアの女と同じように、クリストが、水を頼んだ時には、自分を与えようとしていた。イエス・キリストは、そのサマリアの女に、水を頼んだ途端に、自分が永遠の命の水、生きている水を与えようとしていた。だから、同じようにサマリアの女の心を照らした。あなたが五人の主人を持っていた、その異邦人の神々というイメージね。五つのサマリアのそばにあったクーニグーニ、そしてそっちではめちゃくちゃね、宗教はめちゃくちゃとなってしまいました。あなたの心は、簡素の心です。そして今、あなたが、付き合っている人はあなたの主人ではない。私はあなたの主人ではない。だから私があなたを訪問したとき、マルタにね、私はあなたを訪問したときには、花婿として訪問したよ。分かってないのか？マリアは分かった。マリアはあなたの姉妹、あなたの預言です。彼女を見て、そうすればあなたが本当に聖人となる。あなたの召し出しが果たされるということです。私はあなたの主人。キリストを迎えた時には、花婿としてキリストをいつも迎える。それを教会の中で、天礼の中で学ぶことができます。なぜかというと、マルタとマリアの家は教会となります。キリストが現れる時、二人、あるいは以上の兄弟が私と共に、私の名によって集まった時には私はそちらにいらっしゃる。同じ、マルタとマリアの家には教会です。で、私たちが教会の中では、マルタの態度から、マリアの態度へ移されます。歩むことができます。改心することができます。そしたら、奥さんは主人に何か与えようした時には、主人から本当の花婿として、キリストがこの主人のうちに生きているから、主人をもてなす。主人を受け入れる。キリスト。同じように、主人が奥さんを迎えた時には、キリストを迎える。そうすれば結婚は完成される。でも、兄弟の兄弟の中には、この愛が少しずつ立てられる、作られる、現れる。